私やっちゃうよ。頑張りますみ。私やっちゃうよ。ミャオはやる猫にゃん。ゴーゴー。あるところに大福という食いしん坊でちょっと太めな白猫がおりました。大福は近くに住む野良猫の仲間たちとそれはそれは平和に楽しく遊んで暮らしていました。しかしある日のこと。お腹がすいたにゃ。何か食べないと飢え死にしちゃうにゃ。でもご飯の時間までまだまだあるにゃ。こんなこともあろうかとつにゃかをタンスの奥の奥に隠しておいたのにゃ。にゃんは天才にゃん。おもむろにウルマを吐き出しました。ニャーの力がウルマによって目覚める。オーチャーク。なんと彼女はウルマを吐くとスーパーヒーローブルニャンマンに変身できるのです。これでネズミたちのところに殴り込みに行くニャー。ニャーのツニャカ寝てますんで。何言ってるにゃ。おにゃも行くのにゃ。問答無用にゃ。にゃ。レッツゴーにゃ。そこら辺にいた黒猫をとっ捕まえて、大福はネズミたちの元へ殴り込みに出かけていきました。こうして猫とネズミたちの戦いは幕を開けたのです。それゆけブルニャンマン、盗まれたツナ缶を取り戻すために。と勇んで出てきたもののネズミ集中団がどこにいるのかわからにゃいにゃ。無計画っすね。とりあえずこっち行ってみるかにゃ。そんなんでいいんすか。大丈夫にゃ。どーんとにゃーに任せておけにゃ。おお、さすがにゃんまんさん、頼りになるバネッス。こっちからいい匂いがしたんだにゃ。美味しそうな匂いが。きっときっと。ついて行って大丈夫なのか。これ。ステージ1。レディー。
ここに来るまでネズミがいっぱいだったし、ここがネズミ中長団の本拠地で間違いないねんね。ウルニャンマンさんの運の良さには恐れいるっす。チーズはやっぱり美味しい。キシッ、なにゃ、私の食事を邪魔するこのくしゃみは。すごい際どい服のお姉さんっす。なんで猫がここにいるのですか。うにゃーたちに取られたツニャカンを探しに来たにゃ。ツニャカン、隠しても無駄にゃ。誰が取っていったのか、いざ尋常に吐いてもらうにゃ。そんなものは知らないですが、私猫アレルギーでかゆいです。あっち行けです。行くぞ。おっぱいおっぱい。ありがとう。くしゅっくしゅっくしゅっ
拾ったのよ、そんなもの。いや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 、道端に落ちてました。決してニャンマンさんに内緒でおやつを隠し持っていたわけでは。もしかしたら姫様なら知ってるかもしれないです。姫？ネズミ団の一番偉いやつはそいつなのかにゃ。ネズミ団？よくわからないけど、姫様は偉いです。この世界のこといっぱい知ってます。わかったにゃ。じゃあそいつに聞いてみればきっと何かわかるにゃね。くれぐれも穏便にお願いします。よし、姫ってのを探しにレッツ。